今日も今日とて始まりました、オニヤのまた会いレイディオ、お願いします。あ、なんか俺ね、個人的にそれとまた外配信したいなと思ってんだよな。これもちょっとあれなんですけど、ちょっとね、そろそろ僕また温泉のね、最近結構サウナも行ってたんだけどね、やっぱサウナって気持ちいいんだけど、やっぱ温泉のやっぱあれに勝てないんだよな。なんでなんだろうな、俺やっぱ俺温泉が好きなんだと思う、結局。チャッツ、何ヶ月ぶりですか？チャッツ、何ヶ月ぶり？間違いないね。温泉地、温泉地ルーレット。では、3、2、1。はい。出ました。ごめん。だけ温泉。福島県に来ました。ごめん、寒すぎる。寒すぎる。さすが福島、あれですか、東北地方。新幹線で来たんですけど、さっぱちょっとキレがありますね、寒さの。もう鼻水が出た瞬間からね、非常には止まらないと言いますか。今急に雪降り始めた。俺の配信にまるで待ってくれたように、福島素晴らしい、ありがとうございます。一心亭、普通の豚骨ラーメン、はい、ノーマルラーメンですね、はい、と、はい、餃子も普通の一人前いただければ。あ、福島の地酒ある。これ雪小町というのは福島の地酒ですか？そうですね、美味しいですよ。あ、じゃあちょっと雪小町を、はい、熱燗でできますか？熱燗でちょっともらってもいいですか？はい、楽しんだみんな。これ。ご苦労さまでした。うまかった。またちょっと福島来た際は、はい、お邪魔させていただきます。福島県二本松市、はい、岳温泉。岳温泉ですか？岳温泉。行っちゃいますか？お願いしてもいいですか？全然いいですよ。岳温泉1の7まで。はい、ありがとうございます。福島駅から二本松が。ちょっと距離近いと思ったので、初め歩こうかなと思っちゃって。いや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 、筋肉痛になりますね。これ筋肉痛じゃ下手したら済まない。済まないですね。ですよね。済まないです。確かね、旅館ですね、マッツイン。僕は名前小松っちゅうんですけど、その松から来てて、もうここしかないなと思ってマッツインにしたんですけど、やっぱりしかもそこ以外全部埋まってて、なんと平日なのに。そう、びっくりして、もうこんな運命じゃんと思って。これマッツインで合ってますか？あ、はい、マウントインです。あ、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな難しい道になる、お疲れ様です。ありがとうございます。うわ、おしゃれんとこ、ありがとうございます。マジっすか？あ、マジっすか？うわ、途中までついてる。マジっすか？うわー、すごいな、これすごすぎるわ、これビビった、マジで。あー、これ典型だ、これ典型。なんと、ここの多分、結構偉い人だと思う、結構権限持ってるチャッツでした。まず、当たり前のように部屋無料グレードアップしておきましたって言われて、それがまず1と、風呂貸し切りです、僕風呂貸し切りです。もう一般のお客様が入れない時間で、多分オニヤさん風呂配信しますよねって言われて、あ、できたらいいですって、その時間もう清掃入れて止めちゃうんでって言われて、ビップ対応なんてもんじゃないマジで。皆さん、これ無料グレードアップされました。本来こういう部屋じゃありません。あー、これやっぱしないと。ここで魂の組み体操の社長子、なるほどね、社長子体制あると。呼んだ？ちょっとじゃあまずあそこ行こう、チャッツ。問題の温泉ルーレットの、温泉ルーレットであったさ、看板とか行こう。
これ川じゃない？いやいや、あるじゃないですか、素晴らしいのが。自然の水風呂がこれでいいんすよ。雪もちらつきながらね、こういうのでいいんだよな。これこそめちゃくちゃ景色いいよね。こういうのでいいよな。めちゃくちゃいい道じゃないっすか。こういうのでいいわけよ。決して振り返ってはいけない、そんな気配がある。ここに来たが最後、皆ここに迷い込む。そうしてここはこう呼ばれた。岳温泉桜坂と。こんな綺麗な雪ある？すげえな。豪雪とはまた違う、本当の雪だね。失礼、本当のこら雪ね。皆様お待たせしました。ここで間違いないかね。ルーレットのあの場所来ました。2個目のバッジかな、これで。岡山の湯原に続き、福島の名湯岳温泉へ来ました。よっしゃ、よっしゃ、ふぅ、あったけ、あったけ。洒落たバーがあるじゃないか。ただやってない。なんか、はい、行けそうなところってあったりしますか？もしもなんかここのアクティビティの1個で、はい、全部閉まっちゃいますかね、この時間だと。そうですね。カフェバーってここですもんね。カフェバーじゃあ、ね、アクティビティハブというのもこちらですか？そうですね。これキッズスペースですね、はい、あ、めちゃくちゃいいですね。あと落書きができる黒板があるので。え？これ書けるんですか？書けます、チョークある。今受験期だから1個だけ。マグロ。あのマグロがなんで魚編にあるっていう感じか分かりますか？これクイズ、これ面白いと思う。これマグロっていう魚が魚の中で一番有名だからです。だから有名の有があるんですよ。じゃあ皆さん、じゃあ次の問題。秋に食う魚一体何ですか？そう、イエス、魚編に秋、失礼、サンマだ、サンマだ、秋、サンマ。いや、ちょっと楽しみだな、こればっかりは。わちだ、見てちゃっつ。清掃中。まず定管5年だから863年からあるんだ。まずこれを神様にやった。で、明王5年1496年に狩人が温泉を発見、由比温泉と称する。で、文政7年に鉄山の一角が崩壊して温泉が全滅したんだ。200数十人の死傷被害と全滅したけど、塩沢十文字の麓に引き流して十文字を再建する。1825年全国温泉番付にて東方全島2枚目ランク、すごそう。十文字温泉が戊辰戦争か、 あれか、明治に立つだな。戊辰戦争は明治維新の兵備で全焼する。鉄山下の温泉を発掘まで引き戻して新窟温泉を再興する。新窟温泉は火災によって全焼は、すげえ歴史。ただまた頑張って現在の場所に再建する。学温泉じゃない、これ伊達温泉だっけ。で、あ、57年ニコニコ共和国独立宣言したんだ。へえ、じゃあ本当にもういろんな歴史があったんだね、これね。もうだから果ては863年のもうこの天皇の天皇様のいる時代からどんどんやって、最後に昭和57年ニコニコ共和国独立宣言まで行ってんだから、もうこれすごいね。一応こんな感じだね。まずは年季入ってるね。だからゴリッゴリのこれ天然温泉だな、匂いが。あ、これは、あ、
白かったじゃん。で中野コースは赤かったじゃん。これ全部天然温泉の泉質で酸性だから、あの錆びたら赤なんじゃん、鉄ってそれで赤くなってんだ。いや、チャッツもさ、いつも言うけど、日本にね、せっかく住んでいるんだから、地元の銭湯とか行ってみたら結構いいもんだぜ。山からのプレゼント、大地が作り出した宝物を享受しなさい。それが天然温泉。よし、出るカピッ。くるみ梅酒第23回全国菓子大博覧会最高賞名誉総裁賞。第23回ね、全国菓子大博覧会、これなんだっけ、最高賞名誉総裁賞受賞ですか。第1回オニヤセイクで優勝です。ありがとうございます。これセイクで優勝あげます。いやー、これうまいね。非常に、僕もね、楽しくいい旅になっておりますと。